広島を創業ののの地とすするカルビーで今月末に新工場の建物がが完成ししまま一足早くその内部が公開されました広島市西区のカルビーの新工場は国内最大級のおよそ10万平方メートルの敷地に立ちますご覧のようにまだほとんど設備は入っていない状況ではあるんですがここで野菜スナックが作られて全国の皆さんに届けられることになります。 設備投資はおよそ520億円、生産ラインの自動化を進めるための最新鋭の設備も来月から入り、主力商品のポテトチップスの生産能力は、今のの工場の倍となります。需要に対して供給が追いつかないという局面が時期的にはあるんですね、でそういった局面をとにかくなんとか解消したいと、創業の地にある広島にやっぱり大きな工場を作ろうと。 また新たな施設ではジャガイモの皮などを発酵させてできたメタンガスをボイラーの燃料にするなど環境にも配慮します新工場は来年1月から稼働する予定で売り上げにして年間およそ280億円分の生産を見込んでいます